セベンティンガタコラーゲン α 1は、上皮組織の細胞結合の一つである、半接着反のタンパク質で、膜貫通タンパク質の細胞接着分子である。しばしば、BP180 とも呼ばれる。セベンティンガタコラーゲン α 1の別名である BP180 の、BP は、皮膚病の病名である、ブロスペンフギードの頭文字で、続く、180は、 タンパク質の分子量が 180K だという意味である。つまり、水泡性類転膀層の患者で発見された分子量 180K だのタンパク質という概意である。誤解されないように書くが患者で発見されたが患者特有のタンパク質ではなく健常なすべての人に存在する。BP180 の別名、ブパグ2の BP は上記の通り、 グロスペンフギードの頭文字で AG2 は高原の2番目という意味である。ちなみにブパグ1は同時に発見、命名された BP230 である。1953年、米国ハーバード大学のウォルター・レーバーが老人の表皮の水泡を水泡性類展望層として最初に記載した。1967年、 レーバーは、水泡生類展望層の患者が、患者自身の皮膚の規定膜に対する抗体を作っていることを、蛍光抗体法を同定した。うち二つが主要で、分子量は240ケイダと180ケイダだった。二つとも、半接着反に極在することも確かめられた。240ケイダは、後に230ケイダと修正されるが、BP230 である。 1 8 0イだは、この記事で説明する、タンパク質、BP180 である。1992年、ウィスコンシン医科大学に移籍していたディアズは、BP180 の CDNA を単理し、延期配列を解明した。意外なことに、15から242個のアミノ酸から、なる、コラーゲン配列が15個あった。それため、コラーゲンの新しい仲間、 セベンティン型コラーゲン α1 に分類した。なお、セベンティン型コラーゲン α1 の一次構造が解明されると、膜貫通配列を持つという特徴も見つかった。膜貫通配列は、コラーゲンサーティン型、XE 型、XXV 型にも見られるが、コラーゲンの一般的特性ではない。つまり、BP180 は膜貫通タンパク質で、 半接着反の細胞接着分子の一つである。セベンティン型コラーゲンは以下のタンパク質と結合する。図に BP180 で分断されているセベンティン型コラーゲン α1 は1497アミノ酸残機の単量体のポリペプチドが3つ、解合したホモ酸量体のタンパク質である。アミノ酸残機数は細胞内ドメインが466個。 膜貫通ドメインが23個、細胞外ドメインが1008個である。細胞外ドメインは15個のコラーゲン配列があり、16個の非コラーゲン配列で分断されている。アミノ酸番号567から808のコラーゲン配列、コル15は232個のアミノ酸からなり、他のコラーゲン配列に比べ極端に大きい。図のドメイン構造モデルに対応させて、 単量体の N 末端側から C 末端側へと説明する。N 末端側、細胞内にある466アミノ酸残器の約55系だの球状ドメインで、インテグリンベータ4プレクチン、ジストニン、カテニン、アルファアクチニン、ケラチン中間系フィラメントに結合する。膜貫通ドメイン、23アミノ酸残器。NC16 バイトドメイン。 NC16A ドメイン、細胞膜から細胞外に出たすぐの76個のアミノ酸からなるドメインである。NC16A の NC は、モンカラジェネスの頭文字、16は16番目の意味。A は ABC の A である。つまり A は NC16 ドメインの細胞外部分を A、膜貫通部分を B、細胞内部分を C と細分化した。その A である。NC16A ドメインの76個のアミノ酸の、うち、アミノ酸、番号506から519の14個の、アミノ酸に、インテグリン α6 が結合する。この部位が、多くの自己抗体の主要なエピトープである。エピトープは、生物種得異性が高く、マウス NC16A ドメインに対する、ウサギ抗体は、人 NC16A ドメインとは反応しない。 NC16A ドメインのアミノ酸、番号528から547、タンパク質分解酵素の一種である、プロプロテイン転換酵素の不ン転換酵素で、切断される、セベンティン型コラーゲンアルファ1の切断部位があり、切断されると、半接着半の接着力は低下、崩壊する。細胞外、ドメイン断片は、細胞膜から離れ、可用化する。可用化した。 細胞外、ドメイン断片は何らかの生理活性があるのかも、しれないが、現在、その生理活性は不明である。なお、人では、不倫転換酵素で切断されるモチーフがあるので、常実のように、最初は、不倫転換酵素で直接切断されると思われた。しかし、マウス、鶏、犬、豚の、セベンティン型コラーゲン α1 の NC16、 A ドメインのアミノ酸番号528から547には不倫転換酵素で切断されるモチーフがないので不倫転換酵素で直接切断されるのではない不倫転換酵素はタンパク質分解酵素のシェッターゼであるアダムを活性化しアダムによってセベンティン型コラーゲンアルファ1が切断される切断は脂質ラフトに依存するさらに リン酸化の影響も受ける。エクトカゼンキナーゼニが NC16A をリン酸化すると切断は阻害される。C マッタン側の120ケイダ、細胞外にある。120ケイダの棒状ドメインでコラーゲン配列に典型的な GXY 反復配列がある。コラーゲン配列を持つサブドメインが15個ある。コラーゲンサブドメイン15は232個の アミノ酸からなる最大のコラーゲンサブドメインで、セベンティン型コラーゲン酸両体の安定性、棒状構造の柔軟性、耐熱性に重要である。C マッタンドメイン、ラミニンマイナス332に結合する。ラミニンマイナス332が、細胞外マトリックスを形成するとき、セベンティン型コラーゲンが必要である。この部位が、自己抗体の2つ目のエピトープである。 図三反接着範の構造模型と構成タンパク質、セベンティン型コラーゲン α 一は、図三では b p 百八十と示してあるが、反接着範の安定した接着構造を構築し維持するのに重要である。セベンティン型コラーゲンは、上皮組織の反接着範の膜貫通タンパク質で、細胞接着分子の一つで、同じ膜貫通タンパク質であるインテグリン α 六。 ベータ4や CD151 とともに、核化細胞の反接着反の接着構造を構築し維持する。細胞内では、細胞膜裏内タンパク質のアルファアクチニンやジストニンに結合し、細胞骨格の一つ、ケラチン繊維に結合する。細胞外では、規定膜の細胞接着分子であるラミニンマイナス332と結合する。細胞外領域が、 アダムで切断されると、接着装置である、半接着班が壊れ、核化細胞の接着が乖りする。この帰り、接着を繰り返せることが重要で、帰り、接着を通して、核化細胞の増殖、分化、上皮組織の形態形成、修復が行われる。この過程はかなり複雑である。図4、イラク少年の右足と左足に接合部型。 表皮水泡症セベンティン型コラーゲンは、上皮組織が、規定膜に接着する機能を担うので、遺伝子の変異や自己抗体で異常になると、皮膚病になる。上記の病気の予防、診断、治療に関する、医薬品や研究機材への応用が、大いに期待できるが、有効な医薬品はまだ登場していない。日本の特許は2013年9月20日現在、一件、出願されただけである。 ありがとうございます。